僕は転職活動していたとき、まあ、去年の3月に GST に入ったんですけど、この転職活動していたときにどういうふうに仕事を選べばいいのかっていうのを、ずっと考えながら転職活動していました。ね、まあ、転職するということは何かしらこう不満とかはあると思うんですね。まあ、開発者としてすごい悲しくなる状況としてですね、まあ、この状況を、ね、耳にすることはあるんじゃないかなと思います。コーディング規約でラムダ式が禁止されているとかですね、Java 8出ましたけど、で、まあ、Java 8でラムダ式ができたのに、今、コーディング規約で使ってくれないのかってどうなんだろうなとか、まあ、そんなもう Java 8出ても、いまだに JCLC1 っていうのがかかったらどうするのとか、そもそもバージョンコントロールシステムが入ってないとか、その状況だったらどうするのか、まあ、開発として悲しくなると思うんです。で、こんな状態だと、まあ、最新技術にキャッチアップできないっていうところもあって、スキルレベルなんてこう高められないんじゃないかなと、こう思うんですね。で、僕自身もやっぱり前職でそういうふうにこう開発者としてちょっと悲しくなる状況がまずあったと感じています。で、まあ、そういうのもあって俺が一番技術を知っているんだっていう、まあ、状態に陥っていました。まあ、これが本当に自分が一番技術を知っているかどうかって、ね、まあ、なんか分からないんですけど、まあ、そう感じていました。で、またこうお金を払う側がいないっていう、まあ、いわゆる SI ギアの方でよくある文化だと思うんですけど、この文化にまあちょっと疲れてしまって、で、まあ、このまま現職で仕事をするのは嫌だなって、このまま死ぬのは嫌だなと思って、まあ、転職活動を始めたんですけど、ここで僕は、現職にいたときに、勉強会あちこち行ったんですね。で、まあ、行くとですね、新しい技術ばっかり結構楽しそうだなとか、ソーシャルゲーム会が盛り上がってるな、サービス会が盛り上がってるなっていうのをこう、よく目にするんですね。で、自分もそうした楽しい技術の世界に行きたいなと思って、転職活動を始めました。で、最初はこうソーシャルゲームとかサービスとかをこう狙っていたんですね。なんですけど、どうも転職活動をしていて、俺本当にこっちの方に行きたいのかなっていうのを感じるようになったんです。まあ、そうするとソーシャルゲームと盛り上がってるけど、でも自分が実社会でのシステムが面白いんじゃないかなと感じたりしました。また、まあ、サービスいいよって言うけど、なんでサービスにこだわるのかなっていうところが、まあ、自分なりに考えてみたところ、そういったサービスだとあんま関係なくてですね、自分がやりたいことは何かというと、まあ、世の中を IT で支える仕事をしたい。で、まあ、既に世の中に、まあ、情報がちゃんとあったり、もしくはその最新情報を出すような価値のある技術を扱っていきたいなと。その上でこう技術力のある会社で働きたいなと考えたんです。ソーシャルゲームとかサービスとか、そうした要素を一切なくって、自分が何かやりたいのかと考えます。で、この条件で合うような、もちろん SI とかもあるんですね。それで自分の思考の仮説を変えて転職活動をやり直しました。で、その中で、別に勉強会で、まあ、今は NXP の人に声をかけてもらいました。まあ、それでオフィス訪問して、中の人に話を聞く機会がありました。でですね、まあ、行ってみてこう仕事に対する考え方とか、ご技術に対する考え方に共感ができました。で、仕事をする感じも整ってました。どんなことを、まあ、聞いたかっていうとですね、まず仕事に対する考え方って、受発注っていうお金を払う側がいないっていう考え方じゃなくて、お客様のパートナーである自分たちは IT のプロとしてお客様の事業に関わることが大事だと考えている。技術に関しては、まあ、アーキテクチャ大事、レイヤリング大事だって言われて、有用の OSS をちゃんと使っていこう、そういうような考え方でした。で、マシンやディスプレイ、これもすごいエンジニアとしては大事だと思うんですけど、まあ、いいマシン、ちゃんとしたディスプレイが2枚とか3枚とかあった方がやっぱ仕事の環境としてはいいんですね。そうした環境が整っていて、まあ、この会社で働きたいと、まあ、こう直感で感じて入社をしました。で、もちろん働いて楽しいんですけど、まあ、完璧な環境なんてなくて、こう一方で本当大変だったり苦しいことっていうのはあるんです。まあ、バグで苦しんだりとか、コミュニケーション教師とかコミュニケーションでやっぱ苦しむこともある。仕事量、本当にバグの数が多くて、それを減らしても減らしてもまた新しいものが出てきて苦しんだり、あとまあ毎週リリースをしてるんだけど、すでに出ているリリースに対してのメンテナンスリリースもあって、まあ、大変だったりしたんですね。でも、こうした苦しみって、別にその自分の会社だけじゃなくて、どんな会社に行ったって似たような苦しみってあるんじゃないのかなと思ってます。で、その苦しみを受け入れられるか受け入れられないかっていうところが、自分の思考に合うか合わないか、そういうところになってくると思うんですね。僕自身、今の仕事を、これやっていけるって受け入れられている理由として、まずは自分の思考と会社の文化とがマッチしているっていうことがあります。その上で、こう、苦労を共有しつつ、前に進んでいける仲間がいる。また、その、自分の仕事場と仲間たち
こう、まあ、去ってあげたような、こうバグで苦しんだり、コミュニケーションで苦しんだり、仕事量の多さで苦しんだりっていうのも、まあ、なんとか受け入れられてるなと思っています。で、こうして GXP で1年間、まあ、働きました。で、その中でこう自分でいろいろなこう変化が起きてくるんですね。まあ、なんとこう新技術、やっぱりやってみると面白いんです。でも、新技術だから、情報がやっぱあんまりなくって、離れるんです。そうしたところって本当に難しいなと思うんです。で、情報ないって言っても、日本語はないんだけど、英語で情報はやっぱいろいろあってるんですね。で、そうするともう英語の技術情報を調べるのが普通になっていくので、なんですね。で、また僕の前職では結構一人で仕事していることが多かったんですけど、今チームとして仕事をする中で、もう本当に仕事の仕方からこう再勉強させていただいているような状況です。で、まあ、そうやって仕事をしていく中で、まあ、あの技術いいなと思ってたところから、あの技術をどうすればこう採用できるのかなっていうような形で刺激が変わります。例えば、あいつのせいで何ができないかとか、この問題があるから何ができないのかっていうような考え方ではなくて、どうすれば僕はこの問題を解決できるのかっていうような形で、まあ、いろんな問題に対して向き合うような方向性で変わっていきました。で、こうした変化がですね、そのエンジニアの市場価値の向上っていうところにつながっていくのではないかなと考えています。じゃあ、ということでそろそろ前提条件が終わったので、じゃあ僕が考えるこの仕事、市場価値を高める仕事はどうやって見つければいいのか、どうやって掴んでいけばいいのかっていうところをですね、こうまあ、情熱プログラマーっていうすごいいい本があるので、まあ、この本をまあちょっと参考にしつつ、テクノロジーや技術力、ビジネスっていうところでちょっと考えていきたいと思います。で、まずテクノロジーなんですけど、これは情熱プログラマーに書いてあるんですけど、テクノロジーの採用曲線は両手が高い。もう本当に古いテクノロジー、もしくは最新のテクノロジーが、給与が高いっていうんですね。なんでかっていうと、旧式のテクノロジーっていうのは、もうそれをメンテする人がどんどん少なくなってるからこそ需要がある。で、最新のテクノロジーも同じで、それをまだキャッチアップしてる人って少ないからこそ、から高いお給料を払える。一方、じゃあ Java とかメジャーなテクノロジーだったら、もうエンジニアの数もたくさんいる。需要が結構満たされちゃってるから、逆にお給料が少なくなっていくっていう話がある。で、その上でですね、技術力の高低っていうのもあります。技術力の高さって市場収入に反映されますよと。まあ、当然の話なんですけど、これもなんでかっていうと、技術力が低いと、まあ、若手やオフショア、下請けなどとこう競合してしまいます。まあ、あのエンジニア、プログラマー35歳系ですよね。まあ、よく言われるんですけど、あれも結局は SIA の文化で、それこそ年数を重ねた人が若手と同じ仕事をしてるとダメでしょっていうことで、まあ、単金の問題でってなっていきます。まあ、でもこれは技術力が高くなっていくと、若手やオフィシャルはこう下請けをリードしていく立場になっていく。またこう自分とこのプロジェクトでどういうテクノロジーを採用するか、その選んだテクノロジーでどうやってシステムの基盤を作るのか、そのシステムの品質をどうやって守っていくのかっていうところをこうリードしていくような立場になるの で、これってオフィシャルは任せられないし、下請けに任せるわけにもいかない。若手だってできるというかすごいんですけど、まあ、なかなかできないというところで、こうその辺を重ねても技術力高くやっていけるっていう、まあ、そういう話があります。で、じゃあこの技術力をどうやって伸ばしていけばいいのかっていうところで、情熱プログラムに書いてあるのが、一番下手くそでいるっていう話を書いてあります。その集団の中で、スキルの高い集団の中で自分が働くことで、その自分のスキルが周りに影響によってどんどんと引き上げられるって話を書いてます。逆にこうスキルの低い人たちの中で仕事をしていくと、自分のスキルも落ちていくよっていう、そういう話が書いてあります。ただこうスキルの高い人と仕事をしていると、どうしても自分低いので、ああ俺ここで何やってんだろうなとか、こうやっぱ苦しむんですね。だから そうした怖さと戦うことで、こう自分のスキルが伸びていくっていう話をされています。あと伸びるビジネスというのも大事だと思います。課題って書いてるんですけど、まあ、ちょっと僕は分かんないんですけど、ソーシャルゲームの界隈、まあ、ブラウザーゲームはもうだいぶ苦しいし、でもスマホゲームが今流行ってて、こうした状況をじゃあ 2,3 年くらい前に気づけていたら、まあ、今頃いいお給料で仕事をできたことなのかなと思っています。で、業務アプリの世界は、まあ、僕の出演上なんですけど、どうかっていうと、機械業務系はそれこそだいぶ成熟したように思います。でもこれ里桃さんの話もあったんですけど、事業
変えられることもできるんじゃないかなと思います。まあ、うちの会社もあの GXK の Facebook ページで、まあ、事例が出てたんですけど、お客様の事業部門と一緒に仕事をして、そのお客様があの、まあ、IT 系対象みたいなのを賞を取ったという話が出ています。新技術というところですと、まあこれはクラスメソッドさんだったかな、スカイラークのポストデータ分析の事例が出てまして、まあ機関業務で得られたデータを、まあ、クラウド上で分回して、それでリアルタイム分析ができるようになりましたという話が出ています。センサーデバイス、まあ、キネクトですね。これは、僕は、この間、マトナカ IT さんの、業界会議でしたっけ、ちょっと、正式な名前覚えてないんですけど、そこで、出てた話で、確か日医学館さんだと思うんですけど、手術室で、まあ、お客さん、お医者さんが PC をジェスチャーで操作する。なんでかっていうと、こう、手術って、あの、手を動かしてはいけないので、キネクトでジェスチャー操作できるといいよね、みたいなシステムを作っています。まあ、あと最近話題なのはウェアラブルですね。フィットビットとか、フューバンクとか出てますけど、ここら辺もあの佐々木俊直さんのウェアラブルが何を変えるのかっていう、Kindle で本出てるんですけど、これに大体書いてありまして、まあ、検索作業からこういうウェアラブルが出てくるよ。また、Google グラスも、アメリカで消防活動でも使ってるみたいな事例も出てます。こうしたこう新しい技術に対してキャッチアップできていくと、自分の使用価値が高いんじゃないかな、高めていけるんじゃないかなと思います。で、ウェアラブル IO やそのインターネットシンクス、モンモンインターネットってところで書かれているのは、これは使う基盤として、スマホやクラウドが当然のごとく必要になってくるものと書いてあります。なので、こう、今現在、自分の業務でスマホやクラウドは使わないとしても、将来的なお客様から、あの、ウェアラブルとか IoT とか使いたいなっていう話が出てきたときにキャッチアップできるように、今から準備をしておいてもいいんじゃないかなと、こう考えます。で、じゃあその新技術、さっきは、あくまで自分の時間を投資するということでした。それを、じゃあどうやって新技術で使うか、業務で使うか、これはもう、SIもサービスも僕は変わらないと思っています。SIの文脈で言うと、お客様が新技術を採用して、どういうふうにビジネスが変わっていくか、そのインパクトがどれくらいあるか、そういったことを考えて提案できると、仕事を取れるといいのかなと思います。で、僕、だいぶ時間を伸ばした。僕自身が考えたのは、転職で考えたのは、メジャーテクノロジーで技術を伸ばすということ。技術力のある会社で修行する。お客様のビジネスを成長させるっていう、この意思を選びました。で、今は、新技術を今のプロジェクトをどう結びつけるか。新技術を使ったときに、お客様のビジネスがどうなっていくかということを考えています。で、まあ、皆さんもこういうことを考えて、現職にとどまるよりも、じゃあ、転職したいなって考えたときに、どういうふうな形で会社の選びの判断基準を求めればいいのか。まずはこう、テクノロジーやっぱ大事だと思います。将来伸びると考えるテクノロジーなのか、自分がやりたいと思うテクノロジーなのか。で、じゃあ次は、自分はどういう仕事をしたいのか、ソーシャルゲームをやりたいのか、EC をやりたいのか、エンタープライズをやりたいのか、相手の会社の技術力はどうなのか、まあ、勉強会ですとか、執筆の書籍とか、技術ブログとか、そういった情報があるので、まあ、そういったところから判断をしていいかなと思います。その上で、選んだ会社に行って、中の人の話をぜひ聞いてほしいと思います。その会社の中の人は仕事に対してどんな考え方で仕事をしているのか、技術に対してどういうふうに考えているのか、これをね、ぜひ聞いてほしいと思います。で、その上でオフィス見学もしてほしいなと思います。まあ、マシン、ディスプレイ、そういうアメニティがちゃんと持っているかというのを見てほしいなと思います。僕自身は、まあ、前職でやっていたのは VB.net でした。それではないテクノロジーを使えればよかったです。で、アーキテクトっていうキャリアパッションを考えていました。その上で社会を支えるエンタープライズの仕事をしたくて、GXP の中の人の勉強会発表に興味を持っていたので選びました。まあ、最後はもうあって、もう直感で感じたんですけど、こう、自分が何をやりたいのかっていうことをロジカルに考えていった結果、ここ GXP の話を聞いて、あ、ここだなと思って、無事に入社をすることができました。まあ、こんな感じでちょっと自分の話もしてみたんですけど、まあ、結論としては自分の思考に合った職場で働くっていうのが大事です。で、スキルの高い人と働くっていうのが大事です。で、そうした会社を探すのにどういうテクノロジーを使えればいいのか、どういう業務のメイン仕事を自分したいのか、この会社の技術力がどうなのかっていうことが大事だと僕は考えます。まあ、こんな形で僕は、まあ、皆さんにいろいろとヒントを差し上げたかなと思いますので、あとはまあ、皆さん、自分は今の立場どうなのかなっていうのを考えてほしいなと思います。まあ、良いエンジニアライフを送っていただければと思います。以上です。
らしいんですけど、その話を、20年くらい前にもなんか仲間と話した記憶があるんで、もう相当古い話だけれど、未だに生き残ってるし、結構私の周りでもそれくらいの年で、マネジメント層に行くか、業界そのものを去っちゃうかで、いなくなっちゃうというか、プログラマーでなくなっちゃう人がかなりいるので、結構私はそこそこ当たってると思ってます。で、その中で生き残ってきた私がこう、なんでみんなプログラムを続けられないんだろうって考えて、それでなんかこう思いついた原因がこう、くたびれる、みんなくたびれてやめてっちゃうんじゃないかと。こうプログラムをやった仕事は本当にくたびれるんです。こうプログラムをやった仕事自体のバグとかそういうのもありますけど、外的なものでくたびれる。で、くたびれてるから そんな時にこういい年なんだから勝手の方へとか言われちゃうと、それもそうかなとか、こうみんなそうしてるしと思ってうなずいて抵抗しないんですよ。で、そういう人がいくつになっても行動を書き続けたいなんて甘えなとか言い出すんですよ。で、そういう人はこう後で聞くと、大体俺も行動を書き続けたかったんだよとか、こう飲み屋で愚痴をこぼしたりするんです。で、俺が我慢したんだからお前も我慢するなんて言うのはなんかどうなんだと思ってるんですけど、で、だから結局プログラマーとして生き残るには何が一番大事なのかって考えた時に、こうくたびれないことなんじゃないかと思ったんです。で、くたびれな、大体そもそもくたびれてる人ってチームにいてほしくないじゃないですか。正直なところ私はチームにいてほしくない。で、くたびれないためには どうすればいいのかっていう話になるんですけれど、で、私が考えるくたびれない方法、第一、先のことは考えるなんです。先のことを考えてワクワクできるような人はそのままでいた方がいいです。だけど、先のことを考えて不安になるような人はまず先のことを考えない方がいい。そもそも、この業界で先のことを考えても滅多に当たらないか、みんなが言ってることかどっちかです。なので、優先性がほぼない、将来のためにこれをやっておけとかいう助言は結構今までかなりされてきましたけど、当たった試しというか役に立った試しがないんです。で、この業界に私が入った時には Google なんていう会社はなかったんですけれど、 今は Google なしで世界回らないんじゃないかとか思うくらいの勢いです。もう IT 企業は世界征服できるんじゃないかと思って、で、そんなこう10年先のことが分かんない業界にいて、当たる確率の低い予想にあれこれ自分を振り回すのは本当にくたびれるだけなので、やめた方がいいです。もう先のことを考えるくらいなら目の前の行動を変えとけよっていう話です。で、今のことばっかり考えてダメになるぞっていう人が必ずいるんですけど、先のことばっかり考えてる人はもっとダメな人です。はっきり言って。で、将来のためにこの健康をマスターしておいた方がいいっていう人は、大体今使ってるし、今仕事で使っている言語が使えません。私の経験上はそうです。まあ、先のことは考えるなと言っても、まあ、私みたいに47人もなって次の仕事を決めないで正社員辞めた人は相当なんか先のことを考えなさすぎですけれど、それでも余計な先のことは考えない方がくたびれないです。で、もう一つ嫌なことから逃げるんで、逃げないからくたびれる。将来のためだとか偉い人に言われたからとかみんなやってるからとか思って嫌なことをやってるとくたびれるんです。まあ嫌なこと何もやらないと、まあ、最終的にニートになっちゃうんで、どうしても嫌なことはやらない、なんとなく嫌なことはやってみるっていうのが大事だと思う。何
は意外にやってみると面白いです。でも本当に嫌なことはやらない方がいいです。まあ自分の体験から言うと、本当に嫌なことっていうのはどこまで言っても嫌なことです。昔ですね、仕事でコードを書いてもなんか降ってくる職場があって、それは意外と嫌じゃないことだ。私はコード書くのが好きだから、どんだけ降ってきても割と平気だった。でもその時に書いたコードのライン数に対してこう抽出したバグ数が平均下回っているので、もっときちんと単体テストやれよって言われて、それでそのバグを少なくしようと頑張って少なくなって褒められるのが全部来たなと思って、それでキーってなって、契約切れを待ってこう速攻で逃げたことがあるんです。プログラマーが6人ぐらいいるチームで、その行動量の半分ぐらい私が書いてたんで、私が逃げたらこのチームちょっと地獄みたいだと思ったんですけれど、それでも逃げるときは逃げましょうっていうことで、嫌なところから逃げるときは当然それ相応の覚悟は必要ですけれど、それでも逃げるべきときは逃げる。で、先のことは考えるのとか、嫌なことから逃げるだと、ただのダメ人間になると思われるかもしれませんけれど、だいたいダメになる人、本当にそういう人はダメ人間はまあいいんですけど、いいって言うんですけれど、先のことを考えすぎて嫌なことから逃げない人はダメになるんです。くたびれてダメになる。で、プログラムをやめてっちゃう。だから、プログラマーという仕事に本質的なに必要なものだけに注力して、それ以外のことでくたびれさせるような会社はやめた方がいい。で、プログラマーという仕事に必要なものに注力してどんどん展開していけば、いつか経験という名の武器が入ります。これは時間をかけて手に入れるしかないものです。この経験が、市場価値を上げていきます。だからプログラマーとしての価値を維持し続ければ、そこに経験という市場価値が上乗せされていくわけです。だからプログラマーとしての価値を維持し続けてさえいれば、市場価値は勝手に上がっていく。昔は本当に年を取った人はもう雇わないみたいな話がありましたけど、最近フリーランスになって、あちこちのエージェントさんの方とちょっと話す機会があって、意外にそういう市場価値はあるということが分かってきたんです。はい、最後になるんですけれど、悩んだら自分を問い詰めよう。こう、先のことは考えるなって言っても考えちゃうし、嫌なことから逃げろって言っても、これ本当に逃げるほど嫌なことなのかとか考えちゃうんで、そういう人に対してはこう悩んでる人に思い詰めない方がいいっていうアドバイスを送る人はいますけれど、個人的には自分を問い詰めると、思い詰めるんじゃなくて問い詰めると言います。こうやりたくないな、でも仕事ないしな、でもやりたくないな、でもみんな我慢してるなっていうのは思い詰めるってことです。問い詰めるっていうのは、それ本当に嫌なことなの、相手そんなつもりで言ってるの、逃げるメリットあるの、逃げるメリットは何なのって、こう自分を問い詰め続けるんです。で、思いつく限りの視点でイエスな理由とノーな理由を並べてくって、比較的こう自分の中でこう考えて考えて自分を問い詰める。で、それをすれば大体自分の中で納得がいくし、それがもう終わってくるんだと奮起がつくて、逃げるにしろ逃げないにしろ、大体こう自分の中で納得がいくことになります。だから、気の底まで自分を問い詰めてください。あくまでも思い詰めてはいけません。自分を問い詰めると意外に面白い発見があるのです。これはいつもやってる私が言うので違います。私はよく言うんですけど、システム化
対象ユニットはプログラマー1人である、これはプログラマーが一番偉いっていう意味ではなくて、プログラマーが一番選択できるルートが多いっていう話なのに、プログラマーっていうのはなんかみんな、 なんか不自由な思いをしてるみたいな話ばっかり言うんですけれど、これは将来のことに怯えて嫌なことを嫌だと言わなかったり、適切なところで逃げなかった、これまでのプログラマーたちにも責任の一端があると思ってます。まあ私の周りにもいました。だからこの選択ルートが多いというこの仕事の魅力を潰して、プログラマーの魅力としての才能を潰すっていうのは本当にバカっぽいです。で、結局今のところこう2ちゃんとかでプログラマーにだけはならない方がいいなんて言われるためになるんです。で、私が自分の市場価値を上げたいのは、市場価値が高くなれば得られるルートが増えるからです。で、そこから考えたんですけど、自分の市場価値をどうやったら上がるかって考えたんですけど、プログラマーという職業そのものの市場価値が上がれば、自然と自分の市場価値が上がるんじゃないのというわけで、皆さんプログラマーの市場価値を上げましょうということで、ご清聴ありがとうございました。はい、じゃあちょっと時間をしてますので、はい。じゃあ最後ですね、今8時5分ですね、最後は地方のエンジニアが考える自分戦略ということで、AHF というハンドルでやらせていただいております。帯の方が、やらせていただきます。よろしくお願いします。簡単な自己紹介、Twitter とか Facebook こんなのやってますし、ブログこんなのやってます。で、地方からの誰事でエンジニアライフのコラム書かせてもらっていますし、まあ、お仕事的に一応好きな言語 VB なんですね。ちょっとかなり立場的に弱いんですけど、であと俗に言う SIR さんです。目が濁るような会社の SIR さんにいます。であと北海道で、まあ、活動しまして、主に MS 系の技術やってる CLRH というコミュニティに、運営として参加しております。ですので、もし万が一北海道に来られるようなことがあったら、ちょっと顔を出してみてもらえると、いろいろと楽しめるんじゃないかなと思います。あと、まあ個人的には非常にプロレス好きですので、そこら辺の話題を振ってもらうと大体反応します。はい、で、ちょっとだけ1点 PR。ですね、去年ですね、いろいろありまして、初の書籍の発行といいますか、出すことができまして、こんな本を出させていただきました。で、比較的
的あのこういった書籍出す人多い MS の .net 界隈なんですけれども、まあ、日本で唯一のこのワークフローという世界を扱った本ですね。ということで、まあ、出させていただきました。なんで唯一かっていうと、まあ、人気がないんですね、このジャンル。MS の人でも触ってくれる人がいないっていうような、まあ、楽しい分野です。ですので、この本に差すだけです。はい、でまずちょっと札幌から来たということで、まあ、ちょっと昨日天気とか見てみたらですね、札幌はあの最高3度と、で東京さんは15度と、でまあ、距離的に800キロも離れてるんですね。まあ、それは寒くてしょうがないなということで、なんかイメージ的にあの札幌って旅行会社とか見たらこんなイメージの写真とかあるんですよ。で、実際にあの札幌って一応政令都市ですし、200万人ぐらいいるらしいですね、人口。なんでこういうイメージですかって言われるんですけど、まあそれは基本的に間違いですと。で、まあ、大体あの私の自宅とはですね、これも一応札幌市なんですが、冬になるとこんな感じです。まあ大体あの路肩の積雪が2メーター超えるですとか、そういう普通です。道路に前雪積もり、車走れないのが当たり前ですね。であと、熊出るんじゃねえかと。北海道だからどこ行っても熊出るんじゃないかと。本当です。札幌市で基本的に熊が出るから気をつけろよというのを用意してます。札幌市の南区ですとか手稲区、そっち系に行くと普通にあの熊が出たっていうのがニュースになることもあります。であと、まあ、がっかり名所の人、時計台ですね。がっかりしますか？がっかりします。もう背景見たら分かるんですけど、ビル街なんですね、ここ。で、ただ昔あったよっていう時計台をポンと置いてあるだけです。それ以外の何物でもありませんので、ここに行きたい方はがっかりしに行ってください。こういうのも含めまして、今私何やってるかということで、まあ、ざっくりと書いてました。最初に、まあ、社会人になったのが1995年ですから、もうそろそろ20年も近いなっていう感じですね。でその後転職して、もう一回転職して、今の会社に来ておりますが、基本的には VB、まあ、使ってるような感じです。で今の会社に入って、まあ、C シャープもやって、Java もやったりしてます。でまあ、今回あの、単身赴任的なことでこっちに飛ばされてきたんですけれども、最初はあの Java のお仕事あるよということでこっちに飛ばされてきて、気がついたらなんか C シャープでなんか一人だけ違うものを作らされているというようなお仕事をやっております。でエンジニアライフに参加したのがこのタイミングですね、2008年ぐらいですので、あのエンジニアライフが始まって大体すぐで応募してそこからやらせてもらってるという感じです。で、ですね、なんでかっていうとですね、まあ、形に残る何かやってみたかったと、まあ、自分であのブログ始めて何か文章出すってそれって誰でもできるんですけど、パブリック的なところに何か出ってすごいハードル高かった、まあ、そういうイメージを持ってたんですね。まあ、そういうのもあって、まあ、そういう応募があるんだったらやってみようというのがまあきっかけの一つです。あと、まあ、その頃ずっと札幌で働いてましたから、まあ、東京と関われねえと、こっちの話ばっかりで、なんか札幌は寂しいんだよっていうのもちょっと話してみたかった。で、コラムで書いたらコメントもらえるから、そういった人たちとちょっと交流してみたいとか。まあ、最後は欲ですね。世界になんか自分の名前で、個人名で残ったら、それはすげえかっこいいなと。ただそれだけの話がありますが、一番まあ濃い理由はこれですね。都会の動向とあんまり関われない。特にあのニュース媒体とかメディア媒体、大体見てるとあれ基本的に東京記事なんですね。そこら辺がありまして、まあ、例えばですね、あのお仕事をウェブで受注するですとか、そういった話があったりしますけど、まあ、言ってしまえば何を言ってるんだっていう感じですね。で、とらわれないワークスタイル、そういったのもいろいろかかります。まあ、それも何を言ってるんだって感じですね。でこれからはフリーランスになりましょう。何を言ってるんだってそろそろくどいですねということで、東京にいるとそこら辺って普通に見る光景だったりするんですけど、地方ってそんな光景ないです。あのウェブ系のお仕事でしたらまだ近いものはありますけど、それ以外の業界でしたら全くそんな記事になるような働き方ってできないです。でフリーランスで働くっていうこと自体がまず地方で非常に厳しいです。で特にあの北海道の場合はもう海渡って海外なんですね。陸地つながってません、あそこ。ですのでちょっとまた違う事情もあります。で、まあ、ここら辺は本当愚痴ですね、まあ、カフェでお仕事とか言われてますけど、まずそんなカフェがないんです。でローチとかも来てませんし、ようやくあのスタバとかドトールが来てるとというのもあります。まあ、実際にあの地方の場合、営業力が全てというか、人と人とのつながり、そこがどうしても重要で、まあ、そこから脱却するとしても、まだ数年、数十年ぐらいかかるんじゃないかなというふうに見ております。
で、まあ、こういった事情を踏まえて、そういった地方で働いている人間からしてみると、じゃあ市場価値って何だっていうところから考えていきますと、まあ、やっぱり自分もエンジニアですから、まず市場って言われたらどこだ、それは IT 業界だろう。でも IT 業界全般なんて言った件はちょっと莫大に広すぎますよね。じゃあ自分が何をやりたいか、そこに絞ってどういったジャンルで関わりたいか、さらに狭めていって、そこが自分の市場というふうに定義はできると思います。じゃあ価値って何だ？まあエンジニアなんで、これは技術力があってこそのエンジニア、それでこその価値だと思っておりますが、ここでいう技術力は特に開発に限定した話とは考えていません。というのも、まあ、実際にお仕事されたら分かるんですけど、開発力だけで飯を食えるなんていうのは本当に少ないです。実際にもっといろんな多くの人とも関わりますし、お客さんと接触をやる人もいるし、上でチームを取りまとめるような人もいますし、例えばまあテストをしっかりやってバグが出ましたよってやる人もいますし、運用に乗ってからそれをサポートするような人もいます。で、そういったものって全部技術だと思うんですね。で、それを全部身につけろ、それも無理です。なので、まあ、自分がどういったところをやっていくのかという考えを持って、いろいろ勉強していくのが必要なんじゃないかなというのが私なりの考えです。じゃあその価値って、まあ、誰が認めるんだ、まあ、あんまり好きじゃない考え方なんですけれども、基本的にはどうしても周りです。自分じゃないです。エンジニアの価値自分は持ってるぜって言っても、周りから認めていなかったらさすがにそれは価値がないものになります。じゃあどうやったら認められるか、そこなんですけど、基本的には3つ書きましたけども、もっといろいろ種類あるかと思います。実用的な技術に長けるっていうのも一つですし、まあ、他が誰もやってないようなことをやる、それもまた一つだと思います。また1個のことに集中してそれをずっと続けること、それもまた一つの価値だと思います。どんな方法でもいいので、まだ何か一つ自分が人に話をできるというか、まあ、自慢できる、こういうことやってるぜみたいな、そういう武器を持つ、それが後々につながる大事なところなんじゃないかな、それが価値につながるんではないかなと考えています。で、ちょっとエンジニアの中身的な話に入ってきますと、新しい技術の話ってどうしても我々エンジニアってついて回ってくるじゃないですか。じゃあそれってやっぱりやっていかないとダメです。ここはやらないとダメだと思います。これもやっぱり開発だけじゃないです。いろんな話、新しいことに対応ってできないと、まあ基本的には置いてかれます、その業界で。で、できる人って年齢関係ないです。年取ってもできる人できるし、若い人でやっぱりダメな人ってどうしてもいると思うんですよ。ただ年齢とかは気にせずに、やっていってもらえればいいと思いますし、新しい技術ってまあこの後流行るかどうかって言われたら誰も分かりません。そんなの分かる人はきっと会社作ってます。でも我々そんな会社作るとかそういうことはできないので、あまりそこは深く考えなくていいと思っています。で、万が一自分がやってた技術が当たったら、それはもうラッキーだということでさらに進めりゃいいですし、全然やってるけど流行んないな、疲れてきたなと思ったら、そこで自分の心がもう続けるの嫌だと思ったら別なやつをやればいいんです。それぐらいだと思います。で、あとは1個の会社に、まあ、今のご時世とどまった方がいいんですかとか、そういう話題になるんですけど、まあ、個人個人いろいろ考え方があるかと思いますけど、ざっと考えるとメリットの方がそろそろ少なくなってきてるかなというのが正直なところです。もう安定してるよっていう大きい会社だよとかいろいろあるじゃないですか。でも、まあ、そこにいるからといって、まあ、会社は安定してるけど自分が そこにずっといれるかって分かんないんですね。ひょっとしたらなんかちょっと窓が近いような方に席を追いやられるんですか、なんか違う部署行ってなんか肩を叩こうとか、そういった寂しい世界が来る、そういうこともあるかもしれません。そういうのを考えていくと、自分が合わないような会社にずっといるっていうのはもうメリットとしてはあまりないです。いくら大きい会社でもそうだと思います。でしたらやっぱりやりたいようにやる、自分が好きな方向を目指していろいろ動いていくっていうのがやっぱり精神衛生的にも健康的ですし、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、自分もそろそろというか、来年で40なんですね。で、転職したのが38ですから、そろそろ次の転職ダメじゃねえかとかもいろいろ考えるんですけど、多分もう1回ぐらいできるんじゃないかなと思ってます。
で周り見ても結構いるんですよね。40過ぎても50過ぎても新しい会社にどんどん移っていくですとか、いろんな職場に移っていくとか、そういう人います。そういうのを見てるとやっぱりやれできるんだなっていうのが正直なところです。ただその際にどうしても年齢高いと求められるものって変わってきます。じゃあそこで、先ほどの方で少し話しました、自分で何かしらの武器を持つ、そういうのを持ってればより転職もしやすいんじゃないかなと思います。で一番最後のに書いてありますが、若い人は、転職しようと思ったらするっていうのも一つの生き方です。若いっていうのはそれだけで残念ながら一つの武器です。我々年を取った人間から見るともう眩しいんですね。非常に眩しいです。なのでそういう武器を有効に使うっていうのもいいんじゃないかなと思います。あとコミュニティの話ですね。札幌の CLRS に所属というので最初に言わせてもらいましたけど、出れるときは出た方がいいです。コミュニティですとか外部の勉強会とかセミナーってで自分になんか、あ、ここいいなとか面白そうだ、空気良さそうだな、そういうのがあったらそういうとこは何回か参加していいと思います。でやっぱりですね、会社の中にいるそこでいろいろ受ける刺激っていうのもありますが、外で受ける刺激ってやっぱりそれと比較にならないですね。どうしても会社にいると同じ業務に限られるですとか、そういう壁っていうのができちゃいますけど、外にいたらそんな関係ないじゃないですか。全然違う仕事やってる人の話とか聞いて刺激を受ける、そういうのも多いです。でまた同じことをやっている人、目の濁るような SIR さんがやっぱりそういうのも来るんですよね。でそういうところで話をしていても同じことに対しても対応が違うだとか、そういう話も聞けたりして刺激にならないことの方が結構少ないです。で自分は運営側だからっていうのもありますけど、できるだけ出ていただいて新しい出会いっていうのを、求めています。運営としてマンネリ化するんですね。どうしてもずっとやってるとそういうのもありますんで、出てくれて嬉しいなと思います。ですが運営参加はやりたいと思った時だけにしといた方が無難です。あんまり深く入れると嫌なことも多いです。で、そこでここの番みたいにですね、じゃあ話してみるっていうのもぜひチャレンジしてみてほしいんですね。で特に今勉強会界隈でしたらライトニングトークっていうことで5分間のスタイルってあるじゃないですか。あれはもうぜひどんどんやってみてもらった方がいいと思うんですよ。で変な話失敗していいんですよ。あれ失敗しても別に金払わないといけないとかそういうマイナス要素なんもないですし、どんどんやって離れする慣れる、そういったのを磨いた方が絶対いいです。で失敗しても成功しても大体それをネタに誰か彼か話してくれるんですね。でまたそういう人といろいろつながっていくっていうのが自分にとっての、栄養って言ったら変ですね、すごい資産になります。そして自分自身にとってあんまりマイナスになる要素がないです。そういうところでやっていくと、でそこら辺が続いていくと結構技術者としていいスパイラルを描けるんじゃないかなと感じております。何かを発表すると、そこでいろんな人とつながりができますよねと。でそういうつながりをもとに例えばですね、なんか他の勉強会でじゃあちょっとこのネタで話してみないかとか、そういうこともあったりしますし、でそういうことをやり続けていくと、自分自身もやっていくと、あ、誰かが見てくれてるんだっていうのも分かるようになります。あ、なんか自分一人だけでやってるとやっぱり心折れるんですね。こんなことをやってて、例えばブログに更新したけど誰も見てねえんじゃねえかって、実際 PV 見たら、あ、本当ねえやとか、そういうの結構多いんですね、自分とかそういう世界でやってるとすごい心が折れそうになるんですけど、勉強会とかでしたら、やっぱりその場にいる人を見てくれてるんですよ。そういうのが続くとやっぱりなかなか折れなくなります。でまたそういうのを続けていくとどんどん新しい世界が広がっていきますし、それをもとにさらにやる気も出てくる、そういういい方向の連鎖っていうのがあると思います。でかなり駆け足で来てしまいましたので、最後にまとめです。エンジニアとして技術は基本的に必須です。で、その技術っていうのは狭いところにとらわれないで、広い意味で技術っていうのをどんどん身につけていく、それは必ずプラスです。で何か武器を身につけましょうと、根拠ないかもしれないですけど、それは基本的に自分たちの自信になります。で、あとは外の世界を見てくださいというのが、すごい駆け足で申し訳ありませんが、私から今日お伝えしたかったメッセージとなります。大体2分オーバーぐらいでしょうか。誰も測ってないですねありがとうございます。こんな感じです。私からは、非常に聞きづらいので申し訳ありませんでしたが、ご清聴ありがとうございました。
というわけでですね、まあ、今回、駆け足をお届けしてきたんですけども、せっかくなので、エンジニアライフの方からご挨拶いただけたらなと思うんですけど、誰が好きでしょう。はい。はい。本日は参加いただいてありがとうございました。普段は IT メディアっていうニュースサイトを運営している会社で、今はアットマーク IT 編集部っていってエンジニアライフがあるところで働いてフラフラしてます。で、今回、私は来月からちょっと別の部署にメトラボ編集部っていうところに移動になってしまうんですけど、今回の勉強会にまだ第1弾なんで、第2弾、第3弾と、コラムニストさんたちがこうやって集まって話す機会があったらいいなと思ってます。なので、皆さんもぜひぜひコラムニスト、そんなに高い壁じゃないので、一応審査はあるんですけど、もしご興味持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこうお待ちしております。で、この後ですね、打ち上げ、というか飲み会というか軽いものをやりたいと思っているので、もし参加者の皆さんでもっと話足りないとかこういうこと聞いてみたいとかありましたら、ぜひぜひご参加ください。で、ここの会場は何時まで大丈夫？基本なので、僕は1回目のことなので、この後飲み会には行けないけど交流をちょっとしたいとかありましたら、ぜひぜひ交流してください。はい、ありがとうございました。というわけで、先ほどもありましたように、一本は、あんまり遅くならない時にこの部屋開けてますので、お話ししていただくくらいの時間があるかなと思います。で、先ほど太田さんからありましたように、この後飲み会、結局何時にしたんですか？どこにしたんですか？いや、まだ決めてないので、ゆるゆる行く感じにしたいと思います。相変わらず受けたんですけど、はい、というわけで、お届けしてきました、私たちからちょっと、宣伝させてもらいますと、株式会社ではもうまだエンジニアの方を募集しております。で、いろんなことをやっている会社ですので、もし興味がありましたら、私でも結構ですし、会社代表の方に、ご連絡いただけたらなと思います。で、セミナールームの方の貸し出しも、随時行っております。で、基本的にオープンな勉強会に関しては、お貸しするという形のスタンスをとっております。ちょっと一部例外もありますので、あと、詳しいことを聞きたい場合は私宛に、メールいただくか、ドアキーパーの方に会場、こういう会場がありますという一覧の中に、ここのセミナールームも入ってますので、そちらからお問い合わせいただけたらなと思います。はい、というわけで、皆さん、2時間半ほど、いろんな方のお話聞いて疲れたかと思いますが、またこのような機会を持てたらなと思います。それでは、本日お越しくださいましてありがとうございました。